どうもヒカルです。こんにちは。皆さん、幸せですか？玄関当てたらいる人ね。なんでそんなこと聞くかっていうと、みんなに幸あれっていう映画見てきたんですよ。古川琴音ちゃんが主演のホラー映画。これがですね。何これ？見終わってから4時間5時間ぐらい経ってるんですけど、マジで、わかんない。マジでわけわかんない感情になってる。本当に気持ち悪いホラー映画だったんで、ちょっとこの映画の話していいですか？ありがとうございます。ではまずどういう話かというと、古川琴音ちゃんが演じる女の子、名前はないです。何々って呼ばれることはないキャラなんですけど、もう異質。孫と言いましょうか。孫がですね、久しぶりに帰省するぞっつって実家に帰るわけですよ。で、実家にはおじいちゃんとおばあちゃんが住んでて、おー孫よく来たね、あおじいちゃんおばあちゃんありがとうみたいな、そんなもう本当にお盆とかお正月でよく見るような光景が広がってて、わーいいね、いいね、幸せそうだなーなんて思って、そしたらおばあちゃんがさ、あなた今幸せかい？って聞いてくるんですよ。で、孫、幸せよー軽っ。まあ、いろいろね、その世間話したり、ご飯作るの手伝ったり、じいちゃんばあちゃんたちとたわいもない話してね、どっか居心地悪いんですよね。そんなもんですよね、じいちゃんばあちゃんちなんてさ。その離れて住んでる人、僕もそうなんだけど、言ったら、そのじいちゃんばあちゃんちとかで住んでない人はさ、知らねえ家なわけじゃないですか。だからすげえちょっと居心地も別に悪いわけじゃないけど、いいわけでもない。そんな感じで。で、話も通じるけど、通じてない瞬間もあるみたいな。なんかそこのちょっと違和感、ある程度の人が感じたことあるような空気感でじいちゃんばあちゃんと接してるんですけど、なんかそう喋ってたら変なんですよね。じいちゃんばあちゃんたちがなんか急に遠く見て何にも言わなくなったり、なんかちょっとお腹痛そうにしてゲボ吐いて、なんかちょっとお腹痛そうにしてたりとか、今までとはちょっと違うような雰囲気で、なんかもう話しててもだんだん噛み合わなくなってくんですね。だからまあちょっとボケてきちゃったのかなーなんて思いながら、まあ、ご飯とか食べてたら上の方から、お？なに？そしたらじいちゃんばあちゃんが、ほら今お前が豚肉食べたから豚さんも嬉しいって言ってんだよ。無理ある無理ある無理ある、ごまかし方下手すぎるだろっていう教科書1ページ目のごまかし方して、さすがに孫もなんかちょっとキメえなって思い始めて、なんかじいちゃんばあちゃん今までと違ってキモくねみたいな。で、音がしたね、上の階の奥の方の部屋行ってみたら鍵かかってて、で、夜になってね、じいちゃんばあちゃんたちが寝静まった時に孫気になっちゃって鍵をね取っていって、恐る恐るその鍵を開けて入っちゃおう見ちゃおうみたいな。子供の時もなんかその部屋でなんか不気味なものを見たみたいな、なんかそのちょっと怖い体験あるじゃないですか、子供の時って。うわそんななんか思い出すわみたいな感じでやってたら、誰か後ろに立ってるんですよ。それが誰かはわかんないんですね。影でシルエットしか見えない。え、誰？おばあちゃん？その影の正体おばあちゃんで、なんだよおばあちゃん、びっくりさせないんだよな、ごめんちょっと気になっちゃってさ、帰ってもいいかな、ちょっとばあちゃんいいかなみたいな感じでね、ばあちゃん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 みたいな顔してたら、あぶねえ、ばあちゃんドーンって迫ってきて爆音起こしてんすよ。扉にこうグラーなって、あやばいやばいやばい、初期のプレステみたいになってるみたいな。孫も驚いて、その日はそこ開けるのやめて、異変が起きたのが次の日の朝。もう何気なくね、わなんかちょっと昨日の夜ちょっとキモかったな、大丈夫かな、まあボケてんのかなみたいな言い出しづらい感じでご飯を食べてたら、じいちゃんとばあちゃんの後ろの方、廊下の方からペタペタペタ、うわうめき声が聞こえてきて、だんだんその正体が出てくるんですよ。で、それが何かっていうと、目と口を糸で縫い付けられた老人だったんですよ。キモシンプルにキモいのキモいの出てきて、サプライズ何これみたいな。そしたらじいちゃんばあちゃんが、あーいやごめん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 、あダメ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 って言って上の階に持って行って、その上の階のね、昨日の帰ろうとしたらばあちゃんがバグを起こした部屋でこうやって貼り付けにして寝かせて、大丈夫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 みたいなこと言ってるんですよ。え、何やってるの、やめなよ、孫言うんですけど、ばあちゃんたちはこんなこと言うんですよ。いい、私たちはこれのおかげで幸せなのよ。さあ一体この家で、そしてこの世界で何が起きているのか、孫は無事にこの家から出ることはできるのかみたいなお話です。めっちゃキモいっす。はい、マジキモいっす。
はい、これのジャンルに分けられるとしたらキモ映画、はい、めっちゃキモい、キモい映画です。正直見る人はめっちゃ選ぶと思います。僕も途中辛かった。結構きつかったね。安心してほしいのは、そのキモいはまだ怖いのキモいですよ。怖い怖い、ホラーホラーが進化していって気持ち悪になる感じ。だからもう本当にこのあらすじとかも聞いててわかると思うんですけど、あのシャマランのビジット、じいちゃんばあちゃんがやばかったみたいな映画があるんですけど、それとちょっと感覚は似てて、全然違う展開になってくるんですけど、感覚はちょっと似てて、やっぱさ、その悲しいけどさ、おじいちゃんおばあちゃんたち老人が意識も朦朧じゃないけど、なんかこう言葉が拙いとか、何を喋ってるかわからない、記憶がもうあっちゃこっちゃ行ったり、もう記憶がもうごちゃごちゃになって、どんどん忘れていって、わけわかんないところから言葉とかが引き出されて、全然今そんな話してないのに別の話し始めるとか、なんかそういうことってあるじゃないですか。だからその時の切なさもある、気持ち悪さ、この言葉が通じない時の気持ち悪さみたいな、もう自分の思いとかがもう伝わらないようになっちゃったんだなっていう切なさ、残念、がっかりみたいな時の心地悪さみたいなのがもう十分満してて、でそれがだんだんおじいちゃんおばあちゃんだけじゃなくて、父母地元の友人とか地元のばあちゃんとかどんどん伝播していって、この世界の中で、この映画の中の村の中では、ほんと孫しかいない世界みたいな、孫が完全アウェイみたいな、そんな状況になっていって、でそれをもう僕らも感覚としては、孫が、古川琴音ちゃんの孫が一番感覚近いから、やばいよね、この状況やばいよね、やばい、大丈夫大丈夫、俺ら分かってるからって、俺らはあんたの味方だからねそういう気持ち、めっちゃ感情移入して、こんなキモい世界だったらそれあんなに狂うわってぐらい、どん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 孫も狂っていくんですよね。そこも怖くて面白くて、だからやっぱね、あれですよ、幽霊とか化け物とかより、結局一番怖いの、結局怖いのって人なんですよ。幽霊とかお化けよりさ、生命力があるから、お化けとかならなんとかこう気にしなくてもワンチャンいけそうじゃないですか。もうこの世にいないものだから。でもいるから、ジジイババアはいるもん、そこにいるし、足もちゃんと生えてる、ちゃんと考える、ちゃんと飯も食う、うんこもする、そいつが何考えてるか分かんないから怖いんですよ。自分とほぼ同じような形をした生物、本来であれば意思疎通もできるし、何考えてるかとか何喋ってるかとかお互い分かるのに、それが分からない時の怖さ。あんまりこういう時に例に出すとは良くないんだろうけど、いわゆるその陰謀論を唱えている人だとか、そういうのをこうツイッターとかネットで見ちゃった時の、わっ、あーちょっと良くないもん見ちゃったみたいな、なんかこっちにストレスが溜まる、理解できなさ、理解してくれなさみたいなのがずーっと漂ってて、そこの気持ち悪さがね、怖くて。でね、注目すべきは古川琴音ちゃん、すごいです。なんでこの映画の主演が古川琴音だったのかっていうのがだんだん分かってくるんですよね。その演技の面でなんですけど、それは泣いてるのか笑ってるのか分からない表情するんですよね。悲しいのかめっちゃ嬉しいのか、本当に中間、どっちでもいける、どっちでも撮れる表情を簡単にするんですよ。まあもちろんその演技だから難しいのは分かってるけど、見てるこっちとしては、今どっちなんお前っていう、置いてかないでっていう、こっちを不安にさせる表情、こっちを不安にさせる顔がめっちゃ綺麗というか、めっちゃ得意なんですよね。あんま良くないですけど、その不気味の谷、生身の人間なのにここまでできる人いるんだっていう恐ろしさと尊敬。ちょっと古川琴音ちゃん、マジで今後のし上がってく俳優になりますよ。だからちょっとそういう、やっぱ人間怖えよな、やっぱジジババ怖えよな、やっぱ古川琴音怖えよなっていう、この3つの怖えよなが揃ってるんで、ちょっと気になる人はぜひですね、この皆に幸あれ見に行ってみてください。まあ、ちょっとここからネタバレありで終盤とか全体の話しますけど、結局何だったんっていう結局これは何ですのんっていう、で正解とか答えを求めすぎてはいけない、説明が多すぎる、説明過多な作品が多いとは言われてはいますけども、いやもうちょっと説明してくれもうちょっと説明してくんないとさ、わかるよ、なんとなくやってることというか、やりたいことというか、雰囲気はめっちゃわかる、全然理解できるけど、それにしてももうちょっとさ、もうちょっとなんかあんじゃん。弟めっちゃ目から血出てさ、そこにティッシュ詰めてるの、あれめっちゃ怖くない？あれが一番怖かったかもしれない。うん、一番キモかった。で、まぁ、結局、その、
でもテーマとして誰かの不幸の上に幸せは成り立ってるっていう話なんですよね。なんかさ、その分かんなくもないのがまた怖いよね。言ってることの意味がちゃんと理解できちゃうのも怖い。悪い意味は誰かが不幸にあっているおかげで、質量保存の法則じゃないけど、この世の全ての幸せと不幸の質量はもう全部決まってて、その幸せに合わせるために不幸にならなければいけない。誰かが貧乏くじ引かなきゃならねえんだよみたいな。その貧乏くじを引く不幸な人がいて、幸せな奴らがいる、成り立っているっていうことなんですよね。幸せの質量保存みたいなの僕すごい好きなんですけど、ただ僕が好きな幸せの質量保存の法則っていうのは、僕自身が不幸になったらその分幸せがまたついてくる。幸せになったら今度またピンチ、不幸なことが起こるかもしれないから気をつけよう、トントンにしていこうぜみたいな、そういう感覚としてこの幸せの質量保存の法則みたいなのでくくられる話ってすげえ好きなんですけど、ちょっとあまりにもこれはね、黒かったよね。アフリカの話何？結局どういうこと？そのアフリカの貧困層の子供たちを不幸だって思うことが自分が幸せじゃないことなんだっけ？なんだっけ？アフリカ大陸が20年後はめっちゃすごくなる？で、こっちが不幸になるんだっけ？なんだっけ？なんかよくわかんないよね。目と口をさ、なんで縫い付ける必要があったの？みたいな。なんかよくわかんなかったよね、そこら辺が。シンプルに面白かったけど、面白かったし、嫌いな作品では全然ない。むしろ好きなんだけど、わかるけど、わからないことと、マジでわからないことが、ごっちゃになりすぎて、マジ無料空所食らったみたいな。何これはっていう、不思議な感情になってね。いやー、キショかったですね。総括、キショ映画、ドン引き、全員キモかった。いや、もう好きですよ。キモい奴らが出てくる映画好きなんで、この1月からね、こんなどぎついもの見せてくれやがって、この野郎っていう気持ちではあるんですけど、いやちょっとこれは見てよかったなって思いましたね。よかったら皆さんも感想とかコメントを書いてくれれば嬉しいです。そして最近ポッドキャストを始めました。忘れる話って Spotify に入れて検索してもらえると、僕と友達がやってるポッドキャスト番組出てくるんで、よかったら皆さんフォローして聞いてください。 SNS とかもいろいろやってるんでフォローしてください。ということで、これからもみんなで幸せになりましょう。いやだよ、やだよ、その俺らが幸せになりましょうとか言って人中みたいなやついたらどうしよう。どうする、みんなどうする。まあ、そのままでいっか。ということで、ヒカルチャレンジでした。次回の動画でまたお会いしましょう。